どうもこんばんは、あさぴっぴです。さて、今回も星のカービィディスカバリー続きやっていきましょう。お？1707g、新記録ですね。これどうやって決まってんだろうね。こっち側ではついてきないんだ。はい。じゃあ前回ボス倒したんでね、新しいステージ解放されると思います。結構トレジャーステージもまだありますけどね。やっぱり火山か。火山でも終わり感すごいけどね。ムービーがだってラスト感すごいじゃん。レッドガル金属地。ニューワールドの R まで来たよ。いや、多分 LD が本当に最後だから、あれのクラウンと違うか。え？フラワーズ。フラワーズの最後の ED はさ、エターナルドリームランドだったでしょ？それと似た感じの、無理やりぶち込みになるんじゃないかな。熱々の金属地へ。いやー、レッドガル金属地早速やっていきましょう。なんだお前ら、やめてくれ。やめてくれ。いやー、オートサーチボム強いわ。やっぱりめっちゃジャンプしてる。そう、沈んでいく。沈んでいく。待ってくれ。ボタンをしっかり押す。カプセルを取る。いやー、火山で終わり。アルカンドラを思い出すわ。あそこにはさ、登れるの？登れないのか。え、こっちに登れるの？こういうことか。なるほどね。こんにちは。見張りのガルルフィを2匹倒す。じゃあさっきのところもさ、もしかして倒したのかな？ちょっと見に行ってみる？見張りのガルルフィいたよね、こっちに。あれ、いなかったっけ？これ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 。ここになんか光ってる。お？ここに登れるか？こっからホバリングで行き。倒した倒した。おお、達成したぞ。ちょっと回り道してしまいましたが。お、これ破壊した方がいいやつ。収集。違う、これだ。いいんちゃん？何が出んの？
マドリディだろ。ほら、ワニャワニャタイム来た。行くぞ。すごい登ってる感があるね。ほい、ほいほいほい。なんか光ってない。ああ、なるほど、ドリルがあった方がいいんだ。ここはドリル苦手。間に合った。いや、先にこっちか。なるほど。わにゃわにゃ。マドルディ助けのエンシェルドリル。よしよしよし、完璧ですよ。こっちなんかあったりしない？ある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 怪しいんだよ作りが秘密の抜け道を見つける。カプセルだ。あ、ボリューム3か。これ熱いじゃない？ボリューム3。あー、熱い。みんな突進して落ちていく何してんだ？ん？あー、待って待って待って待てー。あー、一個逃した。重要なアイテムだったらやだな。でも今のはチュートリアルでしょ。あー、うまい、飛んでいかなくていいんだよ。無理やりすぎる。ペンシルドリル。ドリルがもうむずい。スティック倒してるとこうやって。いや、違うか。走ってるとだな。ん？違う？ちゃんと着地しきってないのかもな。えぐいて。どの順で行くもんなのこれ。待ってー、回復もしたい。よし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 。ワニャワニャタイムか。むずいな。ドリルむずいわ。なんていうの？あっ！うまい。落ちるんかい。はい。それね。ホーバル、水風船ホーバリ、行くぞ。何ですか。なるほど、消火活動か。
火山弾に水をかけて7個壊す。補給。うおどうした。最初の2個逃したからこれも無理なのか。発生はあっちがゴールか。こっちは、あ、吐き出し切れってことか。よし、なかなか重厚感のあるステージだったな。結構達成できたね、ミッション。ゴルンバー、これゴルンバーって言うんだ。ゴルドーバーって呼んでたけど勝手に。ゴルンバー、作業者頬張りね。うん、マキシムトマト。烈火行く道。さて、じゃあちょっと一旦、トレジャーロードを消費していこうか。フルメタルカット。なんだそれは。タイムクラッシュトレジャーね。終わってる。一応漏れがないか。2個ないの、分かってないのもたくさんだよね。いや、普通に。オートサーチボムトレジャーだな。ここ行こうか。ホイッと投げ込め、サーチでオン。ほら。最初から何個も投げ込めばよかった。よし、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。このこいつはちょっと邪魔。時間制限があるんだ。ピンクのは時間制限がある。乗んない。よし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 、いいじゃん。あ、ゴールド。ボビーブロスジュニアが邪魔だった。よーし、熱々の金属地。絵を今やったんだね。じゃあこっちだ。烈火行く道。行くで。クライマックス感すごいな。いやー、あれ欲しい。敵の守るお肉を2ついただく。
危ない危ない。ポンポン。フレームシャット。お、光ってる。はいはいはい。いいね、積極的にコインスタンも集めて。ワニャワニャゾーンだけど、これはどうやって中へ。ズンズンの。危ない危ない。いっともらうで難しいんだよ。こうか、こっち。ワニャワニャ。いいぞ、順調順調。ズンズンズンと。こんばんは。うの。直接当てない方がダメージ高いからな。直接当てない方がっていうのはチェインになればの話だけどね。避ける、避ける、避ける。見つかる。ブーストアイス。こっちさ、なんかなかった。ほら、やっぱりある。そんな気がしたんよ。何度も。ちょっと。敵の守るお肉を2ついただく。達成。よし、行こう。やっぱりフロストアイスがこの先使うんだな。もしかして。いけるのか？いけるんだ。どういうこと？じゃあ、ワニャワニャ言ってるけど、え？あ、壊せんのか。うん。いいぞ。今度こっち。気持ちいい。だ、うわあ、なんていうこと。危ない。ブロストアイスコピーロストしたよ。お、元気ドリンク。危ない。三角ほうばりだ。嘘、ちょっとマジかよ。どうすんのこれ。ダメじゃん、最悪だよ。落ちたら、なんということだ。これはミスになってもう一回やり直すべきなのでは。でも神、本当に今作落下即死じゃないんだね。ちょっと一旦やり直さないとこれダメじゃない。
そこで死ぬんだ。しかも残り奇数とかじゃないんだ今作。おぶの。アイスもらって、もう一回行くで。よいしょ。で、ここを、なんでや。これで飛んでいくぞ。で、三角頬張りでは、大丈夫？落ちてこない？ほら。で、ぶっ壊す。ふぅ。わにゃわにゃ、時間制限。どうすればいい？ドームホバリだ。ボタンだ。なるほど、頬張りが連続だ。よーし、間に合ったぜ。はい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 。よし。あれ。コインまたもらえるじゃん。でももらっとくか。レンジャー欲しい。いいんじゃない？こういうことでしょ。よし、フレームシャッツを落として、お、輪っか頬張りだ。コップ、ほら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 、なるほど。で、こっちでは、トップをこう起こしておいて、こうだね。で、こっちだ。先にフレームシャツを落とす。で、回す。ワニョワニョタイム。お、危ない危ない。で、ここまで行ってジャンプだ。よし、ワドルディも全員助けたぞ。裏とかなんかないのかな。やっぱりある。すべての風車スイッチを回す。だってやった。こっちは
無事に生きるわけじゃないのか。はい、よし。あ、なんかある。当たんない。よし。なんだ？おお、スペースレンジャーだって。ええー、何それ。よし。いやー、ボリューミーだね、ステージが。フラッシュでヴァイオレットフロストを倒す。なるほど。勝った。お、アルマパラパ。妖天光獣、アルマパラパ。原エネルギープラント。2個出てきたと。プレッシャーが、あ、どっちもまだいけない。ツインズ、ツインドリ、ワイルドハンマー取れちゃう。でも今3個あるのか。じゃあ1個はさ、解放できるよね。まあいいや、とりあえずここ行っちゃおう。資源エネルギープラント。ガンガン進んでます。すごっ、グラフィック。工場見学のアレンジ BGM 来そう。待て。危ない。ここがアンチか。アンチに見えて、アンチじゃないとこ。64やっぱり意識してるよね、 3D アクションだから。危ないんだけど。なるほど。倒せないか。あ、まずい。めっちゃ食らうじゃん。コーヒー3杯で眠気覚まし。すげー。さすがに破壊できるところがある。え、気になる。もう遅い。もう開かない。今コピー能力ないから。ホバリング、空気砲でよかったか、じゃあ。作ったね。じゃあね。コーヒー。ごめん。ドラゴ。まずい。あと1個。どこだ。ここで上に登るんだ。なるほどね。よし。あ、最初のワドルディ、さっきのとこかな。じゃあやっぱり任した。
ちょっと待って。カプセルでも欲しいな。よしよし。これは？なんかありそうだけどね。現状じゃいけないもんね。しゃあないな。おお。コーヒーねえかな。コーヒーあった。やったぜ。眠気覚まし完了。ちょっと待って。カプセルと。自販機ほばり。よし。あ、落ちちゃった。上あったよ。やってしまった。ミスですな。悔しい。間に合うに言ってた。おお。なんだこれは。なるほど。ということは、こっちを吸い込んで、これでいけということか。危ない危ない。普通にむずくないか今の。アドレディめっちゃ逃したね今回。よし。制御室で侵入せよ。ブランク、おなじみ厄介な敵バウンシー、トータルス。よし、一旦マドルジンの街に戻るか。幹部召集。なんか強い敵出てきそう。プレッシャーステージがどんどん出てくる。でもいけないステージばっかり。あ、やっぱり増えてる施設。ほらほらほら。ミニゲームかな、また。傾けてコロコロ玉転がし、180人のワドレディたちが力を合わせてコロコロ玉転カービィがオープンしました。あー、いいじゃん。レンジャー能力が進化できるようになりましたと。とりあえず1個ぐらい強化できるから、強化しちゃおうか。廊下待ちがたくさんだよ、これ。レンジャーもそうだけど、アイスもそうだし、ハンマーと、ドリルだもんね。ドリルさ、ペンシルドリルダサいから、早く次の見てみようか。ツインズドリル。お、いいじゃん、ツインズドリル。そうそう。結局ドリルはむずいからな。おお、すごい。こういう攻撃の仕方も一応できるのか。これでだって遠くに攻撃できるってことでしょ。
あんまり射程距離ないな。それならボスはこうやって囲むのが一番いいかもしれない。ドーンってね。グランドパン。ちょっとじゃあミニゲームだけ見て。どうしちゃった。さあさあ楽しい新作ゲーム、コロコロタマコロカビが遊べるよ。よし遊んでいこう。褒美をゲット。おお、コントローラーのジャイロセンサーだ。マジで転がしてる、傾けてる感って。いいね、ジャイロを生かしたいいミニゲーム作ったじゃん。一応短縮コースが用意されてる。よーし、とりあえずね、クリアできれば。難易度1をクリア。難易度の選べないのかな。入り口で選ぶのかな、もしかして難易度。無理か。はい。おお、難易度2できた。いいじゃん、やっていこう。2個か、難しそう。よいしょ、いいじゃん、面白い。1回でもプレイするのに1コインスター使うんだ。難易度3も出てきたよ。これやっていくしかないでしょ。むずそう。慎重にいこう。こっちで行く方が多分時間はかかるけど、難易度は低いってことだろうな。ほら、いいじゃん。やったぜ。そんな気した？激ムズね。はいはいはい。景品？おう。フィギュアだって。おお、タマコロヤワドルディ、いいね。はい。まあ、激ムズモードはまた今度にしようかな。とりあえず今回はこれぐらいにしておきましょう。次回。これを遊びつつ、ステージ進めつつ、トレジャーステージもやりつつって感じでね、いけたらいいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。